おはようございます。シネマトグラファーの畑です。今日はダビンチリゾルブエディットページ動画編集の Tips をご紹介したいと思います。いろんなサイズ、重要比の素材を同じタイムラインに並べるときに役立つサイズの自動調整、スケーリング設定のまとめです。今回ご紹介するイメージスケーリングなんですけども、説明するにあたってまずはプロジェクトの設定、まあ、絵でいうキャンバスのサイズですね。で、今はどういう設定かと言いますと、 1920×1080 の16対9の HD で解像度っていうのを設定しています。で、それに対して今この16対9のキャンバスにすごい横長の映像を載っけてます。で、その下に余白の部分が分かりやすいように無地の白いマットを乗っけているっていう状況です。で、今は見た通りいい感じで画角の中に収まってるんですけども、これがダビンチリゾルブの設定によってはいろんな形に切り取られてしまうっていうのがあるので、そこら辺を説明したいと思います。2通りの設定の仕方があります。タイムライン全体で同じ設定をするか、クリップ個別に設定をするかっていう2通りです。で、まずはクリップ個別に設定する場合っていうのを説明したいと思います。まず設定したいクリップを選択して、タイムライン右上にあるインスペクターの中のリタイム&スケーリング、その中のスケーリングの項目ですね、クリックすると4つの設定っていうのが出てきます。クロップ、フィット、フィル、ストレッチ、それぞれどういうことになるのか、まずは一回切り替えてみて、プレビュー画面の横長の図形がどうなるかっていうのを一回見てみたいと思います。この横長の図形のサイズを説明すると、これは 4K 相当ですね。で、このキャンバスは HD サイズなので、この画像が普通に乗っけるとはみ出てしまうっていう状態になるはずなんですよね。で、それをダビンチリゾルブのサイズの自動調整を行わないっていう設定にしてみるとこんな感じになります。それがこのクロップというモードになります。で、次にフィットっていうものを見てみます。このフィットっていうのは画像の長い方の辺、長辺が画面いっぱいになるようにサイズを自動調整するっていうモードになります。で、その下にあるフィルを適用するとこのような感じになります。フィルっていうモードはクリップの短い方の辺が画面いっぱいに表示されるようにサイズを自動調整するっていうモードです。で、最後にこのストレッチっていうモードをかけるとこんな感じになります。縦の辺、横の辺、それぞれ画面フル表示するために重要比を変える、ストレッチして表示するっていうモードになります。なのでご覧の通り画像自体が歪んでしまってるっていうことですね。で、この4つのモードがあって自分の都合のいいものに切り替えて作業をしていくっていうことになります。タイムライン全体で設定を変えたい場合は、右下にある歯車のマークを押すと、プロジェクト設定の画面に移ります。イメージスケーリングの中に、入力スケーリングっていう項目があります。で、この中に、サイズ自動調整をするモード、まあ、これをさっきご紹介した4つがあったんですけども、その4つに相当するようなものが表示されます。ただ、このインスペクターとは全然違う表記になってるんですね。一番上にあるのがセンタークロップ、リサイズなしと、こっちのインスペクターでいうところのクロップにあたるものですね。で、2番目にあるのが最短辺をマッチ他をクロップっていう、インスペクターの上でいうフィルっていうモードに相当します。で、その次ですね、最長辺をマッチ黒帯を挿入っていう、インスペクター上ではフィットに相当するものになりますね。4番目が前辺をマッチ、縮小拡大っていう、インスペクターでいうところのストレッチに相当するものになります。という感じで、プロジェクト全体でこのようにこのモードを切り替えることもできますし、クリップ単位で設定をすることもできるっていうことです。これはいろんな比率の素材、特に画像とかですね、そういったものを扱うときに意外にこの設定が役に立つっていうところがあります。